どうも、トリプルナインです。さあ、いよいよ2015年2月1日から始まる新しいプリキュア GO プリンセスプリキュアの最初の商品紹介でございます。いや、待ってましたよ、これが出るのが。はい、じゃあ見ていきましょう。 GO プリンセスプリキュアプリティカード組ワンボックス買いましたのでご紹介したいと思います。では箱見ていきましょう。ワンボックスはこうなってますね。後ろと前ですね。では開けます。はい、開けました。ワンボックス20パック入っております。そして全20種です。ということはワンボックスで全部揃うはずなんですが、果たして揃うのでしょうか。今から確かめていきたいと思います。そして前回ハピプリのプリティカード組ありましたよね。僕あれはですね、ワンボックスじゃなくてバラバラで買ったんですよ。で、全部で、まあ、確かあれも20種あったんですけども、残念ながらあと1種というところでね、揃わなかったんですよ。持ってないカードが確かゆうこちゃんの、はい、単体カードだったはずです。覚えてます。ではパッケージデザイン見ていきましょう。表面がこうなっております。 GO プリンセスプリキュアプリティカード組と書いております。そして新しいプリキュアである3人、そして新しい妖精がいますね。はい、ではキャラちょっと説明していきましょうか。まずこの子ですね。はい、メインヒロインですね、今回の。はい、キュアフローラです。そして、本名が春のはるかちゃんと言います。そしてこちらがキュアマーメイドです。本名がカイドウみなみちゃんですね。でこちら、はい、キュアティンクルですね。本名は天の川キララちゃんでございます。そしてこちらが新しい妖精でございます。今回2匹います。はい、こちらが妖精のパフ、そしてこちらが妖精のアロマとなっております。そしてはい、こちらに文字が書いておりますね。プリティカードは全種オリジナルデザインとなってますね。そしてスペシャルカードはさらにキラキラとのことです。うん、そしてプロマイドカード、イベントカードがあるということですね。つまりプロマイドカード、イベントカード、スペシャルカードがあります。はい、そしてトレー組は1枚入りの全4種となっております。で、いちご味だそうです。はい、プリティカードに関しては1枚入りの全20種となっております。はい、では裏面はこうなっておりますね。はい、ではカードリストの内容を見ていきましょう。セット内はトレー組1枚、そしてプリティカード1枚入っております。で、カードリスト全20種です。では早速開けていきましょう。では開けていきます。はい、20パック今全部ハサミで切って開けました。中身はまだ見ておりませんのでご安心ください。はい、それでは一つずつ見ていきましょう。では左端から見ていきましょう。1パック目いきます。はい、これが中身でございます。はい、これがグミですね。はい、これが全部4種あると。そしてはい、カード、はい、最初は天の川キララちゃんですね。プラカードですね。うん、素材はプラです。はい、そしておなじみのやつですね。これあります、前回もプリキュアじゃんけんっていうアイコンマーク、そして今回のプリキュアのロゴマークですね、があります。はい、こちらに書いてますね。キュアティンクルの変身前の姿だよ。人気のモデルで とてもおしゃれだよと書いてますね。後ろはこうなってます。おお、後ろはキラなんですね。なるほど。はい、こうなってます。天の川キラちゃんですね。ナンバーは9番です。2パック目。はい、グミですね。そして、はい、来ました。キュアマーメイドですね。はい、こういうデザインになってます。はいですね。はい、後ろは、はい、あ、これもキラですね。はい、カイドウみなみと書いております。11番です。3パック目。はい、こちらがグミ。そしてはい、カードはこちらですね。はい、キュアフローラ、春のはるかちゃんになってますね。うん、いいデザインです。で、ひっくり返すと、はい、キュアフローラですね、1番ですね。4パック目。はい、こちらがグミ。そしてはい、キュアマメですね。高鳴り海を
プリキュアマーメイドリップル。あ、もう必殺技ネタバレ書いてる。なるほど。で、ひっくり返すと、こうなってます。あ、これまた違った感じ。あ、なんか違う輝きが。なんかラメっぽいのが若干入ってますよね。いいですね。はい。これが5番です。5バック目。こちらがグミ。そして、はい。おー。あ、これハロウィンですね。はい。キララちゃんがハロウィンの衣装を着ております。いいですね。トリックオアトリートと言いながらお菓子を集めて回るよと書いてます。そして、ひっくり返すと、おー。みなみちゃんも一緒にいますね。はい。ハロウィン。19番です。6パック目。グミ。そして、はい。キュア・ティンクルですね。これもまた素敵なデザインですね。はい。ひっくり返すと、天の川キララちゃんですね。12番となっております。7パック目。はい。こちらがグミ。そして、はい。カードですね。はい。春の遥かちゃんですね。キュアフローラの変身前姿だよ。夢はプリンセスになることと書いてます。で、ひっくり返すと、はい、キラですね。おー、また違った感じです。うん。はい、これが、7番でございます。8パック目。はい、こちらがグミ。そして、お、全員集合ですね。お、これあれですね。モード、エレガントですね。の姿になってます。はい。の、はい、プリンセスプリキュア3人が映っておりますね。では、ひっくり返すと、おー、はい、ゴープリンセスプリキュアと書いております。素敵なデザインですね。これもまたいいですね。14番ですね。9拍目。こちらがグミ。そして、はい、みなみちゃんですね。あら、着物の姿ですね。いいですね。はい、七夕。はい。短冊に願い事を書いて、笹に飾ると叶うと言われているよと書いてます。はい。では、裏返すと、はい、七夕。いいですね。お祭りって感じデザインです。はい。いいですね。これも、また素敵です。18番ですね。いよいよ10拍目です。はい、グミ。そして、はい、キララちゃんですね。キュアティンクルでございます。そして、裏返すと、はい、キュアティンクル。3番ですね。では、右側の方です。11パック目。グミ。そして、はい、あ、妖精が来ましたね。はい。こちらがパフ。そして、こちらがアルマですね。はい。パフ。犬にそっくりなロイヤルフェアリーだよ。甘えん坊でヘアアレンジされるのが大好き。で、アロマ。鳥にそっくりなロイヤルフェアリーだよ。はるかたちが立派なプリンセスになるように導くよと書いております。で、ひっくり返すと、はい、パフとアルマですね。キラキラしております。で、13番ですね。12パック目。グミ。そして、はい、キュアフローラですね。前、花よ、プリキュアフローラルトルビオンなんですね。必殺技のネタバレがまたここに書いております。そして、ひっくり返すと、あー、これまたいいですね。はい。キュアフローラ。番号は4番ですね。13パック目。グミ。そして、あ、3人揃ってますね。あ、クリスマス。はい。季節のイベントクリスマス。クリスマスツリーに飾り付けをしてお祝いするよと書いております。そして、ひっくり返すと、あー、いいですね。はい。また、いい雰囲気になる。ほんとクリスマスって感じですよね。はい。番号が20番となっております。14パック目。グミ。そして、はい。カイドミノミちゃんですね。キュアマメイドの変身前の姿だよ。ノーブル学園の生徒会長で学園のプリンセスと呼ばれているよと書いております。はい。では、ひっくり返すと、はい。カイドミノミと書いております。いいですね。番号は8番です。15パック目。グミ。そして、はい。こちらは、バレンタインですね。はい。2月14日は大切な人にチョコレートを贈る日だよと書いております。はい。そして、ひっくり返すと、はい。あ、キララちゃんもいますね。はい。バレンタイン。番号は16番です。16パック目。グミ。そして、はい。キュアティンクルですね。キラキラ星よ。プリキュアトゥインクルハミング。
はい、またここに必殺のネタバレ書いております。そしてひっくり返すと、はい、あー、これモードエレガントですね。キュアティンクル6番となっております。17パック目、グミ、そしてはい、キュアフローラですね。プリンセスパフューム持ってます。そして裏返すと、はい、春のはるかちゃんですね。10番となっております。18パック目、はい、グミ、そしてはい、カイドウみなみちゃんですね。はい、キュアマーメイドですね。澄み渡る海のプリンセス、キュアマーメイドと書いております。はい、ひっくり返すと、はい、キュアマーメイドですね。2番となっております。19パック目、はい、グミ、そしてあ、3人揃ってますね。あ、これはひな祭り、3月3日は女の子の祭り、ひな人形を飾ったりひなあられ食べようと書いております。はい、じゃあひっくり返すと、おー、素敵なデザインになっておりますね。ひな祭り、番号は17番となっております。さあ最後です、20パック目、グミ、そしてはい、全員集合ですね。キュアフローラ、キュアマーメイド、キュアティンクルとなっております。裏返すと、あ、SD キャラになってますね。いわゆるミニキャラですね、のデザインになってます。15番ですね。こちらがトレーグミ全4種でございます。いろんな形のデザインがありますね。素敵です。早速食べてみましょう。開けます。はい、ではこの王冠の部分いただきます。これはいいイチゴの味がしますね。とても美味しいです。では番号順に揃えましたので、全部1から20番コンプいたしました。ありがとうございます。では見ていきましょう。1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番となっております。はい、見事に揃いましたね。いやー嬉しいです前回のハピプリは1枚だけ逃しちゃったんで、本当に今回は嬉しいですね。はい、てなわけで今回はこれにて以上にしたいと思います。ありがとうございました。では皆さん、次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。